兵庫県。兵庫県は、日本の都道府県の一つ。本州の中西部に位置し、近畿地方に属する。県庁所在地は、神戸市。南北に長い県域を持ち、近畿地方の府県で最大の面積を持つ。北は、日本海、南は、瀬戸内海の二つの海に接している県である。二つの海に接している県は、本州の両端である、青森県や山口県を除けば、 兵庫県のみである。本州を青森県から山口県まで陸路で縦断しようとすると、必ず本県を通ることになる。ほぼ中央を日本標準時治五線、統計135度が南北に通過し、明石市にはこれにちなむ明石市立天文科学館がある。県中央部には中国産地が東西に横たわり、交通の難所ともなっている。 南部の瀬戸内海沿岸は、阪神工業地帯やハリマ臨海工業地帯といった、日本有数の重化学工業の集積地となっており、近畿圏最多の工場立地数となっている。一方で、中部から北部にかけては、農林水産業が主な産業であり、過疎地や豪雪地帯も抱える。これら過密と過疎を平均した、県単位の産業活動指数は、全国平均であることから、 日本の縮図と言われることがある。また、南東部の阪神館はベッドタウンとしての性質があり、神戸市国内の大都市人口6位と阪神地方で全人口の約6割を占める。なお、兵庫県の人口は国内7位であり、兵庫県の人口密度は国内8位である。両政国では、摂津国と丹波国の各政半分及び、 はじ国とはり国と淡路国の核全域にあたるが、わずかながら、みまさ国と美全国の各一部も含んでおり、計7カ国にまたがっている。9国名において7カ国にまたがる。都府県は当県のみであり、11カ国からなる北海道に次ぐものである。加えて、五九八道の内機内、三陰道、三陽道、南海道と最多の4地方にまたがり、 古来の行政区分をほとんど無視する形で成立している。便宜的に、張馬国は山陽地方、田島国は山陰地方に含める場合もあり、地図帳等では中国地方のページに掲載されているものもある。外貨獲得を急務とした明治政府は、田島の木糸の輸出に、設津の神戸港を活用するため、大久保利道の指示のもと、 桜井つが策定した案をもとに1876年、明治9年第3次兵庫県の区域を確定した。神戸を発展させるための財源として、豊かな農業国であった張馬、田島などからの税収を当てたのである。江戸時代に置かれた藩は、摂津国に、尼崎藩、三田藩、丹波国に、篠山藩、柏原藩、田島国に、伊豆市藩、豊岡藩があり、 はり国に、姫路藩、林田藩、赤か藩、辰野藩、阿こ藩、三日月藩、尾野藩,藩、三草藩、シリング藩、山崎藩が、淡路国に、阿波藩、阿波徳島藩の相本城代の稲田や、旗本、も交代よりあいの三名家の村岡陣や交代よりあいの池田家の福本陣屋が存在した。口術のように、兵庫県は、七つの県境。 6つの方言、5つの旧国、4つの新幹線駅、3つの空港、2つの海を持つ、1つの県という多様性を内包した県であり、7つの国境、隣国、不安、6つの共和国、5つの民族、4つの言語、3つの宗教、2つの文字を持つ、1つの連邦国家、1人の地頭と形容されたユーゴスラビア社会主義、連邦共和国になぞらえ、 兵庫スラビアと呼ばれることがある。国土地理院地理情報によると、兵庫県の東西南北それぞれの橋は以下の位置で、東西の長さは 111.13km、南北の長さは 168.50km である。大阪湾に面した南部は平野部だが、中部、北部の大半は山地、丘陵地帯となっている。人口は南部に集中している。 県内では、淡路市の13,301カ所が最も多く、模都市の7,014カ所、神戸市の6,305カ所と続く。淡路島全体で県の約半分を占める。北部は日本海側気候、南部は瀬戸内海式気候で、北部の自治体は豪雪地帯に指定されている。陶器は、 瀬戸内海側の沿岸部を除いて1月平均気温は、摂氏3度台以下と温暖とは言えず、同標高で比較しても北関東より低いところもある。内陸部では、冬日が続く。北部では、北西の季節風の影響で、降水日数並びに、降雪量が多くなる。日本海寒帯気団収束帯の影響を受けると、半日から数日の短時間でまとまった積雪となり、安く。 豊岡市街地や霞などの平地でも 50cm から 1m 前後の大雪となることもある。南部内陸部でも南部の沿岸部、平野部と比較すると降水日数がやや多くなり、日本海から活発な雪雲が南下してきた場合は 20cm 前後の大雪となることもある。南部の沿岸部でも小雨やみぞれが降る日もあり。 積雪も一冬に一から二回程度は起こるが、多くても5から10センチメートル程度であり、関東地方に比べると、南岸低気圧による降雪は少ない。南部では、日本海からの雲が、比較的標高の低い中国山地や丹後高地の山々を越えてくる影響で冬から春にかけは、海水、雲量1.5未満の日は、関東地方に比べると少ないものの、晴天日数そのものは、 比較的多い。太平洋高気圧に覆われる下記には、北部や内陸部を中心に、フェーン現象による猛暑日が発生することがしばしばあり、また、南部の沿岸部では熱帯夜になることが多くなる。香川県、張ナダを挟んで、和歌山県、北海峡を挟んで、県内には二十九市と十二町がある。なお、町の読み方は、すべて町である。 また、村は1962年に消滅している。以下は、県が地域ごとに設置している総合で先機関である7の県民局と3の県民センターごとに記述している。県民局と県民センターの違いは、館内に、政令市、中核市を用試験から多くの業務が移常されている地域は、県民センターとして県民局よりも組織がスリム化されている。 なお、推計人口は、現在の統計である。神戸県民センター管内には、以下の1市、9区が属しており、管内の推計人口は人である。阪神南県民センター管内には、以下の3市が属しており、管内の推計人口は人である。阪神北県民局管内には、以下の4市と1町が属しており、管内の推計人口は人である。 東張間県民局管内には、以下の3市と2町が属しており、推計人口は人である。北張間県民局管内には、以下の5市と1町が属しており、推計人口は人である。中張間県民センター管内には、以下の1市と3町が属しており、推計人口は人である。西張間県民局管内には、以下の4市と3町が属しており、推計人口は人である。 丹波県民局管内には、以下の2市が属しており、推計人口は人である。タジ県民局管内には、以下の3市と2町が属しており、推計人口は人である。淡路県民局管内には、以下の3市が属しており、推計人口は人である。兵庫県の名は、現在の神戸市兵庫区、兵庫城に役所が置かれたことによる。ここにある、兵庫港、旧称は、 大林殿白、現在の神戸港の一部が古くから国際貿易港として開港していたためである。兵庫の由来は、天智天皇の地政に兵の武器の倉庫の意味である、つわものぐら、兵庫があったことからも由来する。県域は、張間国全域、田島国全域、淡路国全域、摂津国有馬軍、川辺軍、向こう内うな八部軍、 丹波国滝郡氷上郡にまたがる。また、紀内、山陰、山陽、南海の四道にまたがっている。1896年、明治29年美政河国に属している、岡山県吉野郡石井村と山間村の一部が、兵庫県左陽郡に、古市県編入される。また、1963年、昭和38年には、美前国に属している。 兵庫県阿古市福浦が岡山県和郡日成町、現、備前市より古市県編入された。それは、同地の備前福河駅に名残を残す。2018年7月1日現在兵庫県の人口は548万7990人となっている。衆議院の小選挙区が12、参議院では全県で1区を構成。地方債の残高。 神戸市及び阪神館、張馬、田島、淡路島で、おおむね事業者は分かれるが、神戸市は、明石海峡大橋の開業で、淡路島や四国への高速バスが発達し、また鉄道だけでは、カバーしきれない地域などに、多くの線が伸びる。都市型の阪神館に対し、田島などでは仮想路線も、少なくない。公営事業者も少なくなかったが、姫路市営バス、 赤市市交通部、天ヶ崎市交通局が撤退し民間移譲されている。主な事業者は下記。かつては、淡路島や四国への連絡航路が多数、発着していたが、赤市海峡大橋の開通でその多くが役目を終えた。しかし長距離の国内外へ向かうフェリーなどが、今も神戸港を発着する。夏季航路のうち時なきものはフェリー。放送区域は、 近畿広域県に属する大阪府域局のテレビ大阪 TXNK は天賀崎市や伊丹市を中心とした阪神地域や神戸市の一部地域などで直接受信が可能であるが基本的にテレビ大阪の兵庫県内での放送は現行の法律では認められいないうえに県域放送局であるサンテレビでは諸事情により TXNK の番組が放送できないため 46都道府県の地上波では普通に放送されている TXN 系列の番組が兵庫県内に限っては視聴できないという問題が生じている。TXN 系列については、張馬地区を中心にテレビ瀬戸内が視聴できることもあるが、気象状況等により映らなくなるリスクも少なくない。県内の半数以上のケーブルテレビ局で、 テレビ大阪の区域外再放送されてはいるものの、豊岡市や新温泉町など県北部では、地形的な問題から再放送対象外となっている。ほか、思想市など県南西部の一部でも、再放送は見送られている。ハリマナ田ソいの県南西部の一部では、岡山県、香川県の各放送局が受信できる地域が存在する。これらの地域では1969年、 昭和44年まで NHK 岡山放送局、西日本放送、山陽放送しか受信できなかった。北部、三方郡新温泉町、上町などの一部では、鳥取県、島根県のテレビ局、日本海、テレビ、NHK 鳥取放送局、山陰放送、山陰中央テレビが受信できる地域が存在する。この地域も1968年、 昭和43年までは NHK 鳥取放送局と日本海テレビしか受信できなかった。思想市羽賀町と倉峠の一部では鳥取県、島根県の民放のうち3位放送が受信できる地域が存在する。そのため、これらの地区では同系列の近畿圏広域局がネットしていない番組を視聴することができる。他に、 和歌山県の NHK 和歌山総合とテレビ。和歌山は神戸市、淡路島の各一部などで受信可能。淡路島南部、南淡路市では、徳島県の放送局、四国放送と NHK 徳島放送局が受信できるところがある。また、県東部と丹波市の一部では NHK 京都総合と KBS 京都が受信できるところがある。お参照、放送区域は、 近畿広域圏に属するが、在阪民法3局、MBS ラジオ、ABC ラジオ、ラジオ大阪は、北部に関して中継局がないために受信状態が良くない。南部も特に、張間地区では受信状態はかんばしくない。ただ南部を中心に、徳島県の四国放送の良好な受信が可能。地域は限られるが、南部では岡山県の山陽放送、 香川県の西日本放送及び和歌山県の和歌山放送、北部では島根県、鳥取県の山陰放送の受信が可能。FM 大阪及び FM802 の受信は西秋海行くほど困難となる。また、西秋市及び周辺地域では、キ質ス FM 神戸の受信状態が良くないが、受信自体は可能。北部、新温泉町。 神町の一部では、島根県、鳥取県の v アが受信できる地域がある。阪神館や丹波市、豊岡市では、京都府のアルファーステーションが、聴取可能な地域も多い。なお、ラジコの運用開始により、在阪民放 AMFM 拡散局、ラジオ関西、キス FM 神戸は、電波の受信が不可能でも、県内全域で、インターネット経由での聴取が可能になった。 従来、兵庫県を放送対象地域とする民間放送局は、中波、AM、超短波、FM、テレビジョン、TV の3つすべてが独立放送局であったが、2003年、平成15年にキス FM 神戸が JFN に加盟。これに伴い、3つすべてが独立放送局である都道府県は神奈川県のみとなった。キス FM 神戸は、 大阪府の大部分でも聴取可能なほか、いまだに民放 FM 局がない奈良県など、県外のリスナーも多い。兵庫県は異なる歴史を持つ地域の寄せ集めであり、地域によって風俗や習慣に違いが見られる。兵庫県民としての連帯感はそれほど強くなく、神戸市、姫路市、豊岡市、阪神地域に隣接する大阪市など、 各エリアの中心となる都市圏に貴族意識を持つ。そのため、自らを兵庫県民と称することが少ない。実際、県人会も県内の出身各地方で別々となっている東京アージ会、大阪田島人会、関東表情、滝群共有会など。方言の違いも多彩である。県南部では近畿方言、関西弁が使われるが、県北部では 中国方言である、田島弁が使われる。県南部の方言も、中国方言の影響を受けた張間地域の番州弁、大阪弁の流れを組む阪神地域の摂津弁、番州弁と摂津弁の中間的な方言で、神戸市を中心に使われる、神戸弁、京言葉の流れを組む丹波弁、阿波弁などともつながりがある淡路島の淡路弁、と細かく分かれる。兵庫県指定文化財一覧。 近畿の史跡一覧兵庫県も参照。兵庫県は様々な景色を持つため多くの映像産業に積極的に協力している。阪神電気鉄道のテレビ CM である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。